嫌いですわ。あ、私あなたのことが嫌いですわ。キミト様から全て伺いましたわ。全てって？全てですわ。バカ！はあ？何よそれ、全部聞いたんでしょ。だったらあんた私に感謝すべきじゃないの？アリス川さん、何？何なのよ。だからなんだっての。バカ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 。おい、キミト助けなさいよ。なんで呼び捨てですの？なんでキミト様もアイカって呼ぶんですの？あなたが、あなたが最初から私に相談していればこんなことにはならなかったのですわ。勝手に諦めて逃げて何ですの？それくらいのことで。それくらいあんたにはわからないわよ、私の気持ちなんか。あなたこそ今までどれだけ失敗させたか分かってますの？至らない点があるのかとずっと悩んでいましたのよ。良くないことをおっしゃろうとする方をなだめてきたんですのよ。頼んでないもん。何でもできるからっていつでも上から見てきてさ。そんなことしてません。あなたはもっと他人のことを考慮すべきですわ。あんたのこと考えたじゃない、企画譲ってあげたでしょ。頼んでませんわ、うん、大嫌い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 。うわ、太ももが、互いの太ももが絡み合って、その柔らかくも弾力のある肉同士が食い込み合うことで素晴らしいユークリッド幾何学が生まれている。やめろ二人とも。うるさい。あ、キミト様、私のせいですわ。何言ってんの、私のせいよ。いや、俺のせいだ。確かにそうですわ。ちょっと私のセリフ取らないでよ。あなたこそ私と同じこと言うのはおやめください。